ああ、そうだ。あとね、リージョンレイスの嵐キラーはもう即抜けします。時間もったいないから。普通に心音聞こえるさっきのナイトも、ハゲだけど別に、ジャンプもしてないし、ああいうクラスとは別にやってもいい。普通にゲームがしたいだけだから。キャラとしか戦いで負けたってだけだから。これさ、弱音はなしがついてた、こいつ。なんでこんなのがいいんだろう。今度最初、狙われた？あ、違うんだ、あ、違うんだ、あ、違うんだ、あ、違う？あ、わかんねえ。でもあのマークが出るって出ねえっていうの。わかんねえ。お金もなしだったら助けたくない。いや、もう徹底してそういうプレイヤーはもう絶対排除しなきゃいけねえ。プレイヤーはまずありえねえから。唯一デイビッドを使ってて弱音はなしだの人は、俺もそうだけど知らなかったからつけたっていう人もいるから。唯一そこだけは私はね、ゆ、あのね、ヒロちゃんも優しいよ。メグで弱音はなしだってどう考えてもおかしいだろうっていう。こういうのはヒロちゃんを許せないモードだよ。弱音はなし持ちなんて来た瞬間にもうみんな多分普通にやってるプレイヤーはね、内心ね、ヒロちゃんは優しいからこういうふうにね、怒りの感情を出してるけどね、もうみんな呆れてね、だね、あいちゃん言ってるから。これじゃ。金はなしだわ、別に、お店でいい。じゃあ、むしろ、悪いか、あれだからね、アップデートがなくても、キスして、で、金の誰かが抜ければ、弱音はなしだもしなんて、まあ、ダメ。止めじゃない。出る。あ、じゃない。Ah!
んだよ。弱音はなしだが抜けて、なんでスーパースターのレジェンドのヒロちゃんが、なんであのメンタル最弱のやつとこういうあのチームプレーの塊のやつで俺が捕まんだよ。でキャンプしかしねえんだろ。でなんでこいつが抜けんだよ。まずよ、弱音はなしだ、通報案件だからな。もう俺が抜けなかった場合通報だから、もうどのプレイヤーも通報。デイビッドがつけてる場合のみは擁護のしようがあるから、ただベテラン勢がつけてる場合はもうなんかもうあの一度がね、あのあれがあの腹立ってくるよな。あんまりその付近にいねえのに、ごめんだとこいつらよ。ほら弱音はなしなんか最悪なんだよ、もうよ絶対よ。まあ絶対最悪だもん。マジで通報案件だよ、弱音はなしなんて。まともじゃねえ、もうまともなってきたなんて。まともじゃねえもん、もう通報。弱音話だってのはもう絶対もう自己中傲慢。女。アーカイブやってんのか知らねえけど、マジで腹立ってくる。だもう、行っても地獄なのか、みたいな。あれなのか。どこにあるのに。ああもういいよ、こう言ってるしかね、わかんねえよ、ほら知ってるんじゃん。他の二人は問題ないんだよ。やばい、てるよ俺は。おい、一番腹立つよね、弱音をなしなんかつけてるやつは。まず通報、目が通報。こういうプレイヤー絶対通報。荒らしたからもう普通のプレイヤーつけるわけねえだろ。まずプレイヤー極まりねえよ。つけるわけねえだろ。まずこんなのつけてるやつがいたらまずすぐ釣られるんだろ。腹立ってくる、こういうやつは。非公開だろ、こういうやつは。もう誰、でもクラウンって、あれ俺クラウンって勝ったっけ、昨日のあれって。